ていうのかな、履かないって言われた時にどうしようか、なんだろうね、どんな感じ。昔例えば、うん、好きだった人が結婚してしまった。あー、履かない。皆様こんにちは、安田祐希です。野口光太です。大人からピアノを始めて今年中に中級楽譜を1曲弾くことにトライしています。いよ、はい。前回のレッスンからですね、ピアノアドベンチャー 2B の方に、はい、あの行きまして、はい、まあ、ちょっと新しい本か、はいはいはい、レベルが上がったんです、ね、はいはいはい。でまあそれ 2B になってから1回目のレッスンが今回ということで、はい、やっていきたいなと。それはいいんだけどさ、はい、この部屋匂いません？すっごい匂うんですよこの部屋、なんかすっごい匂う、すごい匂う。皆さんには伝わんないよね。それはそうだよね、届けられないんですけど。じゃーん、見てください、俺安田くん。何ですか安田くん、何、あの副業ですかこれ。いやいやいや、副業どれも本業だと。見てくださいよこれ、はい、この立派な、もうどうしたんですかこれ。これは、僕が自分の家の目の前の畑で育てたニンニクですね。これさ、すっごい立派なんだけどさ、めっちゃもう匂いがすごいな。すごいんだよ、これどんなニンニクなの。これはホワイトロッペってやつですね。ホワイトロッペ、はい、あ、そうなんだ。ニンニクの種類なんですけど、うん、まあ、もう運んでる途中もですね、本当に車の中にニンニク臭がこれね、嗅いでるだけで鼻血出るよ。本当にそれぐらい、本当に。そう、無農薬なんだっけ。あ、そうですそうです、ニンニクはあの無農薬で。すごいよね、安田くんだってインスタだっけ、はい、インスタでなんか畑の様子とか写真上げてる、上げてるもんね。何のインスタかわからなくて、ピアノなのか、あの畑なのかみたいな。これ、あ、でもなんだ、体カーってなるわ、嗅いでるだけで。もう本当にいいニンニク、いやー、芳香剤を、はい、ありがとうございます。この後に来る生徒さんも、はい、さぞかぐわしい思いを差し入れをいただきました、ありがとうございます。じゃあ、ニンニクスタミナついたと思うんで、香りで頑張ってすごいこれやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。弾けたのこれ。まあまあまあ、見といてくださいよ。見ときましょう、そうですね。譜読み頑張ったね。あ、そうです。譜読み頑張ったね、うん、で、全然あの悪くないんですよ。全然悪くないし、よく読めてるんですよ。そう。では、ここからもう一つこの作品というかね、はい、あの一つ表現としてっていうことだと思うんですけども、履かないんですよこれ。履かない夢というタイトルなので、やっぱ履かないんですよね、はい、そう。だから、この、なんていうのかな、履かないって言われた時にどうしようか、なんだろうね、どんな感じ。昔、例えば、うん、好きだった人が結婚してしまった。あはー、開かない。ベストな状況だと思うんですよ。実体験かもしれない。いやいやいいじゃん、ね、それでいこう。まあ、実体がないわけだよねっていうことはね、その人と一緒にいるという実体がないし、で、夢だから、その形あるものという現実というところからちょっともしかしたら離れてるのかなって言った時に、あのまず、弾き方として一番最初の音、ここにアタックがちょっと強いんですよ。アタックが強いと、これね、ソルフェージュ的には結構こう頭の音、リズムのさ、あの課題とか一拍目アクセントでとかってやってる、それはあのセオリーとして一つあるんだけども、でもここの始まりの音を全く強く しすぎてしまうとちょっと現実的になってしまうんだよね、うん、だからこのこういう感じ、うん、だから打鍵するというよりかはなんか撫でるとか押すとか、もう全体的にもう全然アタックをつけてない。メッセージがあるじゃん、うん、
そう。で、多分なんだけど違ったらごめんね。このフェルマータってちょっと長く伸ばすんだけども、自分の中で納得いってなくないっていう、あの次に入るときにここ入るっていう確信というよりかは、なんかよくわかんない状態のままここ入ったんじゃないかなっていうふうに聞こえたんだよね。だから、自分の中で明確にトゥンチャンチャン、間違えたけど、どんだけ伸ばしてもとりあえずいいから、自分の中でここの音が見えてきた時、この響きの中から次が見えて感じられた時で、音としてイメージ分からなかったとしても、例えば物理的にここの鍵盤を押すとか、ね、そういう何か見えた状態で弾き始めてほしいんだわ。っていうのはピアノって、押せばその音が鳴ってくれる非常に便利な楽器なんですけども、でもそれだとただの鍵盤押しゲームになっちゃうんだね。例えば歌とか、あとバイオリンとかも特にそうなんだけども、自分の中で次の音が捉えられてないとその音って歌えないでしょ、うん、そう、ね、バイオリンもそうなんでね、自分音程作んなくちゃいけないから自分でね、そうだから、そこにちゃんと思いが乗るし、その思いにこう人が引きつけられるんだけれども、ピアノってやっぱり弾けちゃうからだからそこの部分気をつけてほしい。で、もう一つがこのフェルマータ、ここが結構この2回にわたって、で、最後このもう一回この銅の音がめちゃくちゃ大事なんでね。で、最後のここもされるんだけども、遅くするんじゃなくて遅れていくのね、遅れるので、その違いってどういう違いかっていうと、例えば遅刻、時間に遅れるとか、そういう時にリタルダンドのこの表現になるのね。で、逆に速度を遅くするのは別にラレンタンドっていうのがあるのね。ラレンタンドっていう音楽用語があるのね。だからなんかこう、例えばこう拍があったとして、これを単純にこのスピードを遅くするのはこれはラレンタンドけど、こうなんか拍なんだけど、なんかこうそれを捕まえられないというかさ、なんかこう
遅れちゃう、人の一歩遅れちゃうんだよねみたいな、そうそう、それがあのリタルダンドなんだね。からまあそれを踏まえた上でどういうふうに表現するかっていうことはあのそれぞれの受け取り方感じ方なんだけれども、とにかくこのリタルダンドの感じをここにもやっぱり出していこうか。それともう一ついい、これもちょっと明確に分かりたい、ね、このクレッシェンドデクレッシェンド、ご小説目かと思うか。今リタルダンド上手くなかったですね、なんかこっちばっかり見た。そうだね、そうだね、あのね、それとね、たぶんね、今ね、たちゃちゃん、たーたって別になっちゃってるんじゃないかなと思う。たー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 って、ここね。人間の声っていうね作品があって、その儚い夢とか似たような雰囲気だなと思ったのが、これね、どんな話かっていうと、まあこれ女の人なんだけど電話で喋ってんのね。で延々もう一人で電話をしてるっていうオペラなのね、はい、めっちゃ大変なオペラなんだけど、で相手は元彼なのね、はい、元彼なんだけど、明日だか明後日だか数日後にあのその元彼が結婚することになってるわけ、はい、ね。で、まあ、その上で結構なドラマがあるんだけども、その最後ね、死んじゃったんだか寝ちゃっただけなのかちょっと分かんない、意味深な終わり方をするのね、はい、でその、まあ、それこそその薬を飲んだとか結構こういろいろ言うわけよ。意識朦朧としてたりとか、はい、で最終的に、あなた愛してるわってこうジュテームって言うわけ、はい、ジュテームってやって言っちゃダメじゃん、はい、そうそうそう、で言った後にその電話線を首に巻きつけるの、はい、巻きつけながら、そのままもう最後もうジュテームジュテームジュテーム愛してる好き好き好きって言ってポンって終わるっていうプーランクって人が書いたやつなんだけど、もうね、なんかこう、このなんか破壊、このなんかさ、音にならない、これを本当に音で弾いたら、これのしっかりとしたお利口さんなタッチ、はい、そう、けど意識朦朧としてます、っていう終わり方をするのよ、ね、はい、もう最後さ、もうなんかこう行っちゃってる状態で演出によっては本当にもう寝っ転がってるし、うん、もうこういう状態でこう、ちょっと、みたいな、こくって言ってるよなする、なんか、まあそこまで劇的かどうかは別として、すごくさっきほらなんかこう好きな人が結婚しちゃうって話をしてたから、ちょっとシチュエーション似てるんだと思って、そうThank you.
ここを準備したじゃん、はい、で準備してるのが今丸分かりだったんだよね、はい、内心は準備、はい、内心は準備なんだけど準備してるようには悟られないような準備。ああ、うん、これがなぁ。そうだね。それで、ちょっといい？この、さっきもさ、さっきのアプリなんかすごいバーってなる瞬間とかあったじゃん、はい、で、これも実はちゃんとそういう演出があって、次から、2段目からもうメゾフォルテなんだよね。メゾフォルテっていうことは、いろんな捉え方があるけど、まあ小さくはないわけよ。小さくはない。ね。でいて、クレッシェンドがあるわけじゃん、はい、メゾフォルテの中でのクレッシェンドって言ったら、まあまあやっぱり上るよねって、こう増すよね、音量ねっていう中で、やっぱりこの気持ちのこの盛り上がりは見て取れる気がするんだよね、うん、とした時にやっぱりそうだね。また全然違う感じになります。そうね、そうだなって聞いたときに、でもそのまま言ったのは正解だと思います。いいと思います。全然ほとんど何もないんですけど、ここかな？短く、そうそう。
せーの、オン。そうそう。で、最後、ここだからね。ミード。ここ。そういうことする。ね。これもいいです。ああ、緊張感のあるレッスンだ。それは。久々にさ、最近のさ、レッスンさ、久々に手汗かくよね。ここのところ落ち着いてたのにね。緊張感があるということなんじゃないでしょうか。説明探査機行きましょう。心配ですが、大丈夫これ仲良し小良しみたいな感じで大丈夫これ。これは適当でいい。ここにこの自分のこの腕重いでなるべくで下ろして肩楽にして。学生もののさ、あのなんかドラマとか見てるさ、ほら、こう男の子同士がなんかとかやったりするんじゃん。あんな感じで、そう、それ。で、これが重い。これ大丈夫？大丈夫です。どう？そういうことです。はい。で、今見てるとすごくお利口さんでちゃんと指で弾いてるんですけども、今度こう手首のこういう揺れみたいな回転も使って。
せーの。シンプルな、鼻歌、鼻歌ちょっとやってみようか。でこれ全部これね、せーの、ちょっとね、こっちの右手を少し立ててあげようか。Thank you.
ますね。これちょっと撮っていいかな。つなげてちゃうね。一二どうぞ。一二三四。一二三。もう一回こうか。せーの。一二三四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 。ここにもアクセントついてるから、もう一回ここで、せーの、
とね、こういうのね、とかっていう曲があったりとかするぐらい、この重音、重なる音で動くっていうのがね、割と大切なテクニックだったりとかする。頭からいこうか。ポッ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 。なんか、チャーリーとチョコレート工場とか知ってる？見たことはないです、うん、名前だけ。なんか、あんな感じ。知らないかもしれないけど。一番いい感じで撮るっていうのはね、なかなかね、今さっきのやつはね、結構この腕っぷしがメインに撮れちゃって、上げて上、あ、そう、なんかあんまり上げすぎるとあれかなと思って、あっちに入っちゃう。あ、いや、あっちは入ってる。ロギさん、ちょっと今手やります。あ、はい。確かに横からだと、はい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 、確かにこれでいこう。不思議な工場、フルーツキャンディー、不思議な工場です。ね、なんかこう、人間的には物質的にはありえないような形で次々と飴が作られて、なんかポコ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 みたいな感じで、なんかこうパイプからおぼう出ていくみたいなさ、なんか重力に逆らってますみたいなさ、こう浮いてるわけじゃないんだけど。みたいな感じの、そういうお気楽な、つまりお気楽なタッチで弾いてもらえて。はい、thank you。
はフルーツキャンディーはそれをやってたってこと。こっち左がスタッカートで伸ばしてたでしょ。そう、そういうこと。これ全部 OK です。チェックしました。クロスハンドアルペジオやってみた。はい、ってことは君は真っ当じゃないってことなんですけども、はい、このレベルを今この等身大の、自分として、弾くっていうだけだったら全然いいんですよ。もう全然先行きましょうっていうのだけど、全然目指してることが違うから、言うんですけども、少しまず一つと、登ってる時にクレッシェンドなわけじゃないけど、こう登るって音が高くなっていくって言った時は、わざわざ書かなくても音量が増していくとか、エネルギーが増していくっていうことが暗黙の了解だと思ってください、ね、それちょっとやってみようか。せーの、そうで、よくピアノを叩いちゃダメって、鍵盤叩いちゃダメって言うんだけど、叩いてください。ピアノは打弦楽器って言って叩かなくちゃ音が出ないやつなの。だから、安田君の場合は今ドミソこのこういうとこ結構思い切ってやっちゃってください。せーの、ミソドミソドドドドドドドサン。じゃあ今度はこれだけでいい。
変だったんじゃない？うん、そうです。なんかどうしようみたいな。そうだね。ちょっといい。最初すごいこのフォルテのドこれが内緒話になる瞬間の。ここでっていうのはこのね、休符でね、はい、これはさ、ドラララじゃなくてドラララ、そうなんだよね、わざわざデクレシェンド書いてるから、うん、違うんだよね、この手首の角度ね。ほら、こっちに入ってんじゃん、小指って。そうそう。だから、ってことは、ちょっとでも平行にするためには、こういう風にするわけじゃん。はい、だから、
取れなかそれではレッスンお疲れ様でした。お疲れ様です。どうでしたか。いやー、まあのニンニクの匂いも手伝って、パワフルな。もうちょっとどかしちゃったけどね、ニンニク。途中からもう全然香りが減らなくて。すっごいニンニク。いやもう本当なんかね、力がなんかみなぎりすぎちゃって逆に疲れちゃうと思ってちょっと向こうに。こんなにニンニクってすごかったっけなって思う、ね、思うぐらいの匂いが充満してたんですけど。そう。まあ、おかげさまで最後まで突き抜けましたけど、走り抜けましたね。そう、次回もたくさん練習します。もうかぶってる場合じゃないんで、あの練習をたくさんして、結構難易度高い曲いっぱいありましたね。数は変わんないんだよ、はい、数今までとね、はい、数変わんないんだけど中身がめちゃくちゃ大きくなってきてるから。そうですね、ちょっと大変ね、これね。大変です ね。まあでももう本当挑戦ですからね、このチャンネルが。ね、何かに挑戦する姿を見てもらうということで、はいはい、次回も仕上げていきたいと思います、はいはい、それではちょっとここで前回のレッスンのコメントを紹介したいなと思います。指も回ってタッチがしっかりしてるし、表現力もあって羨ましいです。野口先生のご指導もいいですね。おぉいいですねということで、はい、お目が高い。お目がありがとうございます。続いてですね、ピアノアドベンチャー 2A の方の終了おめでとうございますということで、手取り足取りのご指導はありがたいことですね。次回も楽しみにしておりますと、はい、はい、お目が高い、お目が高い、お目が高いということでありがとうございました。まあ、最近ライブ配信の方もやってるんで、そこでコメントとかも結構いただいたりするんで、まあ、動画に直接つくっていうことは少ないかもしれないんですけどね、はい、まあ、ありがとうございます。いつも見てる応援してくださる方がいると励みになりますね、はい、1400人なんとか超えましたからね。あ、ちょこちょこっとやってた。すごい。あ、何、登録者数ですか。あ、はい、そうです。あ、すごい。もうこの前の1000超えたばっかりだったのみたいな感じがしちゃうけど、すごいですね。進んでいきます。ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。何が面白いんですか。何が面白いか教えてみたいな。いや、多分困ってるのかもしれない。野口さんが困ってて、僕があのひしこいてるっていう絵面が多分そんな感じですね、はい、というわけでここまでご視聴いただいてありがとうございました。また次回別の動画もご視聴ください。バイバーイ。